コーネルさんの皆さんのおかげでしたで、うちのドラムダルビッシュ健二さんがあのベンツをねここになさいました。あのお値段850万円、いやあれマジですからね。あれオンエアあった後僕の友人からもあれマジで払うのってメール来たんだけども、本当にマジでも本当マジなんだけども、あのちゃんとしたいい店というか、買って絶対に損はない店だよという感じ。あと一応本人が欲しいって言った発言したものを買いに行くっていうものなので、欲しいものを後押しするっていう、だからまあもちろん自腹というわけでございましてね。もうケンさんもねやっぱ車欲しいってね言ってるしね。そうこれ言ってんのかな、あの後キャンさんもめちゃめちゃ欲しがってたんだよね。ずーっとね他の車見てたの。あのオンエアあれなんかね、収録後オッケーってなった後に選び出したから、あのね、あれ、収録中にやろうとすると、あの、トンネルさんに、あ、欲しいの?みたいになっちゃうから、バナナマンさんも、僕らも、あの、そういう話を一切出さずに、あの、警戒している、ずっと、あ、てか、あ、そういう流れだったんですよ。まあ、いつ、なんか、あ、じゃあ、したらこれ買えば、みたいな。なんか、そんなばっかりで、だからその、日村さんも、自分にあの、火の粉が降りかからないように、みたいな。